オットー・ヘルシュマンは、オーストリア・ウィーン出身の競泳選手、フェンシング選手、弁護士。異なるスポーツで、オリンピックでメダルを獲得した数少ない選手の一人で、彼以外には二人しかいない。1896年に、最初の近代オリンピックである、アテネオリンピックの競泳種目100メートル自由型に、出場し、ハンガリーの派用紙アルフレードに次ぐ2位でゴールし、 銀メダルを獲得した。1912年には、ストッカホルムで開催されたオリンピックに、再び出場しフェンシングのサーブル団体のメンバーの一員として、銀メダルを獲得した。当時彼は、オーストリアオリンピック委員会の会長であり、国内オリンピック委員会の会長の座にありながら、メダルを獲得した唯一の人物でもある。1942年1月14日、 ユダヤ人であったことから、ウィーン市内で拘束され、ソビボル強制収容所へと送られた。同年、ドイツ占領下のポーランドにあるイスビカの収容所で、ガス室送りとなり死亡した。1989年、彼の功績を称え国際ユダヤ人スポーツ伝道に、伝道入りした。また、2002年に、彼の故郷であるウィーンの通りに、彼の名前が付けられている。ありがとうございます。